99式総発型爆撃機。99式総発型爆撃機は、大日本帝国陸軍の爆撃機。試作名称、機体計画番号。機番号は機48、略称、故障は99式総、発計爆、99、式総計、99計爆、総計、48など。連合軍のコードネームはリリー。開発、製造は、川崎航空機。 99式総計爆撃機とも言われるが、正式名称は99式総発計爆撃機である。帝国陸軍が当時仮想敵国としていたソビートローノー赤軍との戦闘を意識して、赤軍や中華民国空軍の SB 系爆撃機を元に開発した機体である。爆弾搭載量や航続距離よりも、戦闘機並みの速度と運動性能が重視され、主として、 敵飛行場において、在地敵機を撃滅することを目的とし、敵地上部隊に対しては反復攻撃でこれを撃破するという、重爆撃機、97式重爆撃機と同じく陸軍独自の戦術思想のもとに設計された。日中戦争、シナ事変、太平洋戦争、大東亜戦争全期間を通して、主力系爆撃機として使用された。 1937年昭和12年12月に陸軍は93式総発系爆撃機の後継機として48の試作を川崎航空機に命じた要求事項はなどというものだった川崎では土井武雄技師を設計事務者として設計に着手し1939年昭和14年7月に試作1号機を完成させた 川崎では、空冷エンジン搭載機の経験が乏しかったため、開発には若干の苦心もあったが、ハ25は信頼性が高く、その後の本機の実用性の高さに一役買うことになった。同年8月から陸軍による審査が開始されたが、水平尾翼のフラッター以外は、性能は、おおむね良好であった。試作機4機と増加試作機5機が製造された後、 1940年、昭和15年5月に99式総発計、爆撃機して正式採用された。機体は全金属製の中、翼単容器で、主脚とお足は共に引っ込め式。搭載される爆弾はすべて胴体下部の爆弾層に収納されるため、胴体の前半分は太く設計されているが、後半部から急激に細くなっており、この首での段差部に、 下方銃座が設置されているのが外観上の特徴となっている。また、機体の製造には、チンガシラ病が用いられ、機体全体が平滑に仕上げられた。本機の主翼の基本設計は、大変優れており、先行して開発されていたが、失敗作の気配が濃厚だった同社の、試作総発戦闘機機45に流用することにより、機45改め、二式複座戦闘機、 ト流として正式用される原動力となった。なお、本機と機45改めとは多くの部品を共通化しており生産設備も小変更だけで流用可能で機45改めの生産性の向上に貢献した。主翼の構造は機45改めの後継機九機96、機102、機108にも 小変更のみで受け継がれており、川崎総発戦闘機の原点とも言える優秀な設計だった。乗員は操縦者、無戦手、いて2名の計4名。操縦席と無戦手席は機体中心より左側に寄せて設けられ、右側は全部重座から後部重座まで30センチメートルほどの幅の通路となっていた。正式採用の1ヶ月後には、 本機のエンジンをより強力な波115に換装した改良型の試作が始まった。波115の完成の遅延のため試作機の完成は1942年、昭和17年2月となったが、最大速度と上昇力の向上が見られたため、翌1943年、昭和18年2月に99式、総発系爆撃機2型 T48E として正式採用され、 それまでの二2五搭載型は99式、総発系爆撃機1型、機 48E とばれた。2型は実戦部隊からの要望と、ドイツ空軍の急降下爆撃の効果に影響を受け、急降下が可能な機体強度を持っていたが、エアブレーキ、ダイブブレーキが開発中だったため当初の生産である2型港、機 48E 以降は、エアブレーキを装備していなかった。その後、 主翼両翼株日記66急降下爆撃機で試験したスノコ状のエアブレーキを装備して急降下爆撃を可能にして機体各部を回収した新潟オツ、四十8 e オツと新潟港の防御武装を強化した新潟兵、四十8 e 兵が開発された。降下角度は60度を目標にしていたが、戦訓を取り入れ50度程度で十分とされた。新潟オは 1943年8月以降の主力生産型となった。また、1940年には指揮官機として武装を強化した機81も計画されたが、試作中止となっている。正式採用されて以来、その良好な操縦性や稼働率の高さから、実戦部隊では97指揮系爆撃機や98指揮系爆撃機よりも概ね好評を持って迎えられ、 主に銃爆撃機の使用不能な最前線の小規模、飛行場使用された。急降下爆撃が可能とされたのは、改良型の2型オツからだが、だいぶブレーキの装備されていない1型でも、急降下爆撃を完光したこともあった。しかしもともと設計時に重視されていなかったとはいえ、爆弾搭載量が単発機と同程度だったため、苦労して敵陣上空へ侵入しても、 あまり効果的な攻撃ができなかったと言われる。また、速度重視で設計された機体ではあったが、対戦中盤以降は旧式化し、飛躍的に速度性能が向上した、敵戦闘機に容易に捕捉され撃墜されるようになっていく。本機の損害が急激に増大していき、生還が期待できなくなると、二式伏線が、軽爆撃機、戦闘爆撃機、襲撃機として、 代わりに使用されるようになる。対ソ戦を意識して開発された機体だが、太平洋戦争中は大陸のみならず古島の南方戦線へも派遣された。その生産数の多さから陸軍のあらゆる航空作戦に投入され、当初想定されていなかった運用にも対応し、全戦線で活躍した。対戦後期のビルマ戦線や中国戦線方面の中で長距離爆撃にも、 本機を使用するため、防御武装を全廃し、乗員も2から3名に、削減の上、機内に200リットル増設燃料タンク1から3機を設置する改装を施された特別使用機が、夜間爆撃任務専用に投入された。1944年、昭和19年後半には、胴体に 800kg 爆弾を内蔵して機種に、 触発進化も装備した特攻機型都合機である機 48E をつ改めが11機製造されフィリピン方面に投入されるも戦果はないまま通常型への再改造が行われている。なお機 48E をつ改めには機174という計画番号が与えられたとする資料もあるが公式な機174は 未着手に終わった立川飛行機製の軽爆機となっている。アメリカ軍の陶機に対する評価はかなり低く爆弾搭載量が少ない上に防御火器が貧弱燃料タンクに出火対策がされていない主翼直後の同単位中央部に被弾すると一気に炎上する機体構造に行っていると97式重爆撃機2型や100 式銃爆撃機と比べて脆弱な目標とされており、海軍の速度重視で防弾がほとんどなかった零式、艦上戦闘機と比べても悪く見られている爆撃機であるがゆえに戦闘機よりも遅く、機体が大きいためか。対戦中盤以降は旧式化した本機だが、良好な操縦性や安定性を評価され、実験機として改造、使用されたものがある。 試作兵器の囲、e、号1型を積む専誘導弾の母機として改造されたものが有名である。また、ラムジェットエンジン、ネマイナス0のテストベッドに回収された機体もあった。中国空軍航空博物館に中国人民解放軍空軍が使用した機体が98式直接共同偵察機などと共に真っ白に塗装されて展示されている。なおこの機体の復元には、 多機種の部品が使用されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。